どうも、にゃんにゃんクリーパーです。今回はですね、バッファローの USB メモリーを買ってみました。32GB となります。まあ、時代も変わって、32GB でもですね、もう1000円以下で買えるという、もう時代とともに安くなっていく。はい。もうね、最後に買ったのがいつだか忘れましたけれども、はい。もうこんなに安くなったのかと。で、今回これ買った理由はですね、私、ブルーレイレコーダーで、アニメとか録画してるんですけれども、ドラマとかですね。まあ、さすがにちょっと容量が足りなくなってきて、容量というよりは、あれなんですよ。重なった時間帯に、複数のアニメとかドラマがやってて、同時に録画できなかったんですよ。それで、1台のブルーレイレコーダーではもう録画できないので、テレビにも録画機能があったんで、それで、テレビ用のですね、ハードディスクってことで、この USB メモリーを買ってきた次第なんですよ。はい。もう同じ時間帯に見たいのが3つもあるんで、もう仕方がないんですよね。はい。で、USB メモリーはこんな形で、はい。バファロー製黒色。はい。で、キャップがついてますね。まあ、私、個人的にはキャップいらないんですけれども、どうせ外して使うのはもう当たり前のことで、はい。で、外します。はい。こんな感じですね。はい。で、このキャップは後ろの方。はい。くっつくんで、はい。まあ、こんな感じです。まあまあ、ぶっちゃけキャップいらないと思いますけれども、はい。で、とりあえずこんな感じで USB 3.0 の青色の、はい。端子になってますね。はい。ということで、今後の私の、テレビライフを、はい、潤すために、はい、これを使って参りたいと思います。はい。じゃあ、結構安い品で、はい、山田電機のポイントで買いました。以上、にゃんにゃんクリーパーでした。